2024年兄弟文化研修学を説明します。X 二次関数ですが、グラフは Y コレクションのグラフと2点で直角するようなものを全て選びなさいと。だし、こういうのがですね。で、今、Y を通る X 乗とする。もう1個は Y コレクション X 乗プラス DX プラス C としたらね、これで見たら Y イコール 2X で、こっちは、で、Y ダッシュは 2AX プラス B な。で、T で、直行する。2点で直行するということやから、これ T 入れたら T 乗イコール AT 乗プラス BB プラス C な。これ変形したら A マイナス1の T 乗プラス BT プラス C を入れるね。で、今度微分したら 2t 入れたら 2t とで 2at プラス b かけたらマイナス1な。これも変形したら 4at 乗プラス 2bt プラス1を受けると。で、この t、これとこれは、ケースが解答2つ、こっちも解答2つっておかしいですよね。解が4つになってしまいますので。ね、2つやから、まあ、これ計算したら T 乗プラス BKT プラス CK がイコール0と、ね、これとこれが同じ式にならなかったよな。同じ式になったら T が2つだけ出てきますよね。ということは、K の A-1 が 4A で、で、BKAB が B で CK がイコール1やな。で、これまあこっちを変形したら K-1 の B がイコール0やから、これはまあ、K K K が1の場合、2B、 あ、ここ 2B やな、これかな、これは 2B が 2B なんで、これを変形すると K-2 で B イコール0。で、今 K イコール2の場合やりましょうか。 K イコール2の場合と、この場合は C は2分の1かな。で、ここは K が2の場合は2の A-1 イコール 4A で、2A が -2 やから A は -1 か。A は -1 で、で、A が -1 で、こんな感じやな。で、B は2ってことやな。で、この式、Y イコール AX 乗プラス Abx プラス c というのは、これは ax 乗プラス bx で、 c はこれで2分の1で、これ変形できるな。 c は2分の1やから、これはどうなるかというと、プラス2分の1やな。で、 a はこれマイナス1だから、マイナス x だな。で、 b は2、まあ、こうなるんですよね。で、もう一個は、ここは B が0の場合だ。B イコール0の場合と。B イコール0の場合は Y イコール AX 乗プラス C やな。で、C はね、C は K 分の1やから、で、K は、これ K は A-1 分の4の A やから、これは、4A 分の A なんです。これは AX 乗プラス4A 分の A マイナス1。こうなるか。まあ、で、ただし、判別式 D を出さなあかんな。D。で、D は、B 乗マイナス 4AC で、これは B が0の場合は、マイナス 4A かける。で、C が、こっちやったから、4A 分の A マイナス1か。
D 以上はマイナス4倍の A マイナス1の Q が、この式とかだもんな。で、これは、マイナス4倍の A マイナス1の4、C は 4A 分の A マイナス1で、これマイナスの 4A 分の A マイナス1の1よと。だからこれ A は9しないもんな。A が9と。で、この答えの時は A が9と。で、こっちの方は、これも出せなあかんな。こっち側の方は、BD は B 地上マイナス4倍の A マイナス1のかける C だな。これは、B 地上プラス、これ A が、これがマイナス1で、これが2分の1やから、プラス4になったら C になるということで、ほんで OK な D。はい、終わりました。